月ちゃんを私に指図するの？いつそんなに偉くなったの？こうしましょう。お手紙をお書きくださいまし、今すぐ私が届けに参ります。今日のお昼過ぎ、お会いしたいのでお出かけください、そうお書きくださいまし。どうしてそんなことしなくちゃいけないの？板倉さんの下宿のご主人は酒屋のおじさんの囲碁仲間なのです。酒屋さんは奥様の姿を板倉さんの下宿で見かけたことがあるというのです。私はもちろんそんなのは人違いだと言いましたけど、このことが旦那様や坊ちゃんに知られたりしたら大変なことになります。板倉さんがここに来られる分には何も不都合がないのですから、そうなすってくださいまし、お願いです。小さいお家。